金持ちになってる人で借金したことない人なんていない。リスクも高くなるんですけど、やばい仕組みですね。はい、どうもこんにちは、さくゆきです。こんにちは、青です。今回の動画はですね、借金のすすめということでお話をしていこうかなというふうに思います。またやばいタイトルを取ることになりますよ。というのも、借金というか借り入れっていうところに関して、うちの会社もね、借り入れしてるんですよね。4金融機関ぐらいから合計3億円ぐらい。おお。じゃあなぜ借金が大事なのと。例えば1億円お金持ってますっていう状況か、2億円お金持ってて1億円借金ありますから、どっちがいいのっていう話ですよね。僕は2億円お金持ってて1億円借金ある方がいいと思ってます。そういう理由とか、なぜ借金が大事なのみたいなところのお話も今回の動画ではしていこうかなと思います。大前提として、お金を増やす上で最もコスパが良いというか、最もずる賢い方法っていうのは、他人のお金で自分のお金を増やすことだと思ってるんですよ。例えばどういうことっていう風になると思うんですけど、不動産投資をしますとか、じゃあここに物件があって、この物件を僕が1億円で買いたいですという風にしましょう。1億円で買うときに普通の人は何を考えるかっていうと、自分のお金を頑張ってコツ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 貯金して1億円貯めて、1億円貯まったらこの物件を買うわけですよね。でも賢い人は何をやってるかっていう風に考えると、1億円貸してくんないと。1億円を貸してくれたら、毎年金利を 1% 払おうじゃないか、いうことを言うんですね。この物件、もし1億円で買ったら、賃料が500万円入るとしますと。年利 5% ですよね。これ自分のお金で買ったら1億円払って、年間500万の家賃がもらえるわけですよね。でも、青さんのお金を借りてやったら、1億円借りる、はい、買う。そしたら500万入ってきて、100万円の利子を払う。はい、つまり、自分は元で0円なのにもかかわらず、はい、差額の400万をポケット内々してるわけですよ。これすごくシンプル化された図ですよ。もちろん青さんに元本をちょっとずつ返していかなきゃいけないよねとか、はい、価値が落ちちゃうから10年後に売却して8000万になっちゃったら1億円返せなくなるから2000万はプールしこなきゃいけないとか、いろいろあるんですけど、ざっくり言うとそんな感じです。借りたお金があって、借りた利子以上に返せるんだったら、お金を借りてそのお金で事業をやったりとか増やして金利を払った方が得だよねっていう風に考えられるわけです。だからみんなお金を借りてるわけなんですよね。お金持ちになってる人で借金したことない人なんていないと思います。へっていうぐらいみんなお金を借りてるし、それほどまでにお金を借りれるっていうことのパワーはでかいんですよ。お金を借りるってことに関しては、増やせる算段があるのであればいいんじゃないかなというふうに思ってます。それって借り入れせずに自分で1億円買って、毎月500万もらうじゃダメなんですか？それだったら、もっと厳密的な話をすると、1億円の物件を買いますってなった時に、だいたい2割ぐらい自分のお金を入れると、銀行さんが8割出してくれたりするのね。はい、だから、1億円の物件に自分の1億円全部突っ込むっていう行動するんだったら、2000万入れて5個買った方が得なわけよ。ああ、それぞれ借りてる。そう。1億円の物件のうち2000万は自分のお金でやります。8000万銀行ですってなって、1億円あるんだけど2000万しか使わずに8000万借りて1個買って、2個、3個、4個、5個。ふうにやってた方が結果的に増えるよねと。だって1億円の物件あったら500万円もらえるわけですよ。これ5棟あったら2500万入ってくるよ。2500万年間入ってきた方がいいじゃん。これもうちょっと細かく計算をしていかなきゃいけないんですけど、絶対そっちの方がいいわけですよね。銀行の返済って、不動産だったら物件にもよるんですけど、最長でマジ30年とか借りれるんですよ。仮に8000万円とか借りても年間で300万円とかなんですよね、返済額って。でも500万円入ってきたら、ただ借りて返してるだけで差額の200万とかが自分のところに入ってくるわけですよ。そういう風にしたら、借りれば借りるだけ自分のところに入ってくるお金増えるんですよね。理想を言えば1000万しか投資せずに9000万借りて10棟やった方が儲かるし、もちろんリスクも高くなりますよ。返せなくなったら全額補填しなきゃいけないので、もちろんリスクも高くなるんですけど、その分リターンが大きくなるよねっていうお話です。銀行もなんでお金を貸すかっていうと、この人に貸してもちゃんと返ってくるよねっていう確信があるから貸すわけですよ。だって普通の人が1億円貸してっても借りれないですからね。だからそれだけの信用がある。そしてさらに借りたお金をちゃんと運用できる自信がある。その状況が揃ってるんだったら、お金はバンバン借りてもいいかなというふうに思ってます。僕よく貯金するなっていうふうに言うじゃないですか。貯金するっていう行為って、この真逆をやってるの分かります？例えば1億円あって、それを使ったら500万チャリンチャリン来るかもしれない。でも1億円っていうのは、これを買える余力があるのにもかかわらず、それを温存しとく行為なんですよ。片やお金持ちは何してるかっていうと、これを買う余力すらないにもかかわらず、借りてきてそのお金で投資をしてるわけですよね。だから買える余力があっても、それを銀行口座に温存しておいてる貯金好きな人 VS 買える余力もないのに将来増えるものに金を借りて投資してる
人たち、どっちの方が長期的に見てお金持ちになりますかっていう話なんですよね。もちろん借金までしていろいろやるのは怖いっていうのもわかるから、僕は別に借金しろとは言わないですよ。だけど貯金は結構もったいないよねっていうふうに普段発信してるのはそこだったりします、うん、基本的にちゃんとした投資対象にお金を使っていけば増えるっていうのはあるわけじゃないですか、はい、その観点から言っても僕は借金をするっていうのは割と理にかなってることだと思ってるし、将来の自分が金を返してくるわけですよ。絶対将来の自分の方が稼げるわけじゃないですか。借金と貯金って言い換えると、貯金っていうのは今の自分が預金をしといて将来の自分がそれを引き出すわけだから、将来の自分にお金を貸してる行為なんですよ。で、借金っていうのは今の自分がお金を借りて将来の自分が返済するわけだから、もちろん借り先は銀行とかなんだけど、時間軸で見ると将来の自分から今の自分にお金を貸してるのと同じだよねということだから、どっちの方が得だと思いますかと。将来稼げるようになった自分に今の貧乏な自分がお金を貸すのか、将来稼げるようになってる自分に返済をしてもらって今の自分がお金を借りるのか、どっちの方がパフォーマンスがいいかっていうことを考えると、借金っていうのは意外といいよねと。もちろんそれで返せなくなる生活が困窮したらダメですよ。ある程度稼げる基盤がある人にとっては借金というのはすごく良い仕組みかなというふうに思ってます。だって今さ、すごいドルが上がってるじゃないですか。スミシン SBI ネット銀行のアメリカの定期預金の金利ですら 2.5% か 3.5% つくんだよ。でも銀行は円を 1% で貸してくれるんだよ。これバグじゃない？定期預金で 3% つくんだよ。もちろんリスクもあるし、でも稼げる力があるのであれば今借りといた方が得なんじゃないかなというところですね。あとね、面白いのが借金って返さないんですよね。返すんだけど返さないんですよ。どういうことですか？例えば青さんが1000万円借ります、10年返済しますっていう風になって年間100万ずつ返していくわけじゃないですか。5年ぐらい経って500万返済が終わって残り500万ですってなった時に、銀行の立場からするとこの人一回も遅れることなく返してくれるなと、もっと貸したいなってなりません？銀行は金利をもらうことが商売だから。そしたら青さん追加で1000万とかどうですかっていう風になるわけですよ。1000万また貸したら借り残高1500万になるんだけど、結局500万って返してないよね。500万の1回目の借り入れの残高と1000万の新規借り入れがあるよね。これ極端な話、500万も手元になくて使っちゃってても新規で借りた1000万だから返せるわけですよ。金利さえちゃんと利益を上げていれば、500万と1000万の残り1500万になって、また期間が経っていて半分ぐらいになって750万だったら、また追加で1000万どうですかっていう話になったら、借り入れ残高が500万切ることとかって絶対なくなってくるわけよ。それ返さないということはほぼもらってると一緒じゃない？死んだ時にね、いろいろ資産とか生産して家族が返したりとかするんだけど、にしてもほぼもらったのと一緒じゃないみたいな。お金持ちは借金でお金持ちになって、しかも返していくと追加でどんどんお金が借りれるようになっていくから、結果的に最初の方に借りたのの半分ぐらいのお金は一生自分の手元にあるみたいな、そんな状況になるわけですよ。っていうところも踏まえるとやばい仕組みですよね、借金っていうのは。向こうは金利をもらえるからビンビンだよねっていう。ということで、まあ、今回はね、借金の進みみたいな感じでお話をしてました。なんか疑問あります？じゃあ、いい借金と悪い借金の違いってどんなところ？いい借金っていうのは、はい、キャッシュフローがプラスになる借金というか、利益が出る借金はいい借金だと思ってます。あ、はい、例えばさっき言ったみたいに、金利 2% 払ってるけど、年間 5% の利益が出るビジネスだよねとか、そういうものに関してはいいよねっていうふうに思ってるんですよ。だから、金利の高い低いでは僕は判断してないですね。例えば、金利 20% ですって言われても、それで借りて1年間で倍になるようなビジネス、はい、100万借りて200万に利益のビジネスがあるんだったら僕は借りてもいいと思ってます。それをちゃんと失敗した時に払えるのであればね、はい、悪い借金っていうのは借りた金利以上に稼げないみたいな、お金を借りない方が得であるっていう状況の時は悪い借金だなっていうふうに思ってますね。でも西島くんに借りても増やせる自信があるのであれば、うん、別に僕はいいと思います。借金ってそういうツールだからね、借りることによって手元キャッシュを潤してより多くの利益を稼ぐためのツールでしかない。だから別にそこに関して良い悪いはないっていうふうに思ってます。でも牛島くんに出てくるのって結局それ借りて生活費で溶かしちゃってとかギャンブルで溶かしちゃってだからあれはダメですよ。結局別に金利もそんな高くなんないしね、ちゃんと事業やってれば。ってことで、まあ借り入れとか借金みたいなところちょっとお話ししたんですけど、そもそも売上作る能力、利益作る能力ないと始まんないです。だからそれについて LINE のマガジンの方で無料で話をしておりますので、ぜひそちらを登録してチェックしてみてください、はい、3秒で登録できます。はい、ということで今回の動画は以上になります。どうもありがとうございました。ありがとうございました。